どうもボチグラサポのカリアです。今回は新潟遠征アルビレックス新潟戦の観戦に行ってきます。撮影時刻は朝の6時。今回は天気が悪い予報も出てたので、静岡駅から出る新幹線の始発で向かいたいと思います。ということで早速出発していきます。始発の新幹線に乗るの初めてだったんですけど、ちょうど日の出の時刻だったので、空がだんだん明るくなっていく様子がすごく素敵な光景でしたね。天気が良くてこういう光景が見られるのは良かったですね。はい、ということで1時間半かけて東京駅に到着。ここからは上越新幹線に乗り換えます。これは途中の長野県あたりの景色だったと思うんですけれども、3月とは思えない銀世界が広がってたのがすごく印象的でしたね。実は今回車で行く予定で駐車場も取ってあったんですけれども、スタッドレス履いてなかったのと雪が積もるよって聞いてたので新幹線で行くことにしたんですけど、結果的には正解だったかなと思います。ということで、出発からおよそ4時間で新潟駅に到着しました。すごい寒いとは聞いてたんで結構厚着してったんですけど、思ったより寒くはなかった印象ですね。そして新潟駅からシャトルバスでおよそ20分、ついに殿下ビッグスワンスタジアムに到着しました。到着してビジター側の待機列に並ぼうとしたらまさかの雪。この辺りから風も出てきて結構寒くなりましたね。ビジター待機列に到着。以上1時間半ぐらい前に到着したんですけれども、それでも結構待ってる人いましたね。荷物を置いて散策中。実は最近マスコットにハマってて、この日はアルビレックス新潟のマスコットアルビ君と写真を撮ろうと思って準備してたんですけど、まさかの強風でイベント中止。天候には勝てないので気を取り直してアルビレックス新潟のグッズショップを覗きます。グッズショップを覗いてる間に雪も止んで晴れ間が見えてきました。ただ風が強いので体感温度はやっぱり寒かったですね。それでは入場していきます。今回はビジター自由席からの観戦です。初めて来るスタジアムってこうやって入場する時が一番ワクワクするんですよね。座席も確保したので今度はスタグルを探しに行きます。水路沿いにいろんな店が並んでたんですけど、一箇所にまとまってるのですごく分かりやすかったですね。でスタグルを探してる間にまた雪が降ってきました。しかも今度は吹雪いてます。この中で本当に試合できるのかっていうぐらい降ってましたね。で凍えそうなぐらい寒かったので、あったかいもの食べたいなと思ってたらこんな看板を見つけました。気になったので今回のスタグルはベトナム料理にしました。今回はね、温まりたくてフォーを頼んだんですけど、スープがめちゃくちゃうまかった。
はい、ということで残念ながら0対1終了間際に1点を取られて敗戦。正直な話、1点で済んでよかったなっていう試合だったと思います。あれだけ自分たちでミスをしたら勝てないよねっていう試合でしたよね。失点シーンに関してはランゲラックはしょうがないと思うし、ディフェンスラインも今日は頑張ってたと思います。中盤でパスミスをしまくって、相手にセカンドボールをほとんど回収されてて、結局消極的になって後ろでパスを回すしかない、もしくはキーパーを経由して大回りで逆サイドへ展開っていう形だったので、時間がかかる分アルビレックスのプレッシャーにあってボールロスと、そしてことごとく競り合いにも負けてたので、新潟のやりたいように試合を進めてしまった印象ですね。守備が少し改善されたのは良かったでしょう。開幕から唯一の3連敗、そして唯一の無得点っていうのはさすがにひどすぎるよね。ブーイングは嫌いだったけど、この試合結果見ると仕方がないかなって思ってしまうような試合でしたね。去年のマテウスが抜けて以来ほとんど勝ててないので、まあ、監督の交代も含めて早く立て直すべきだとは思いましたね。で今回初めてね、アルビレックス新潟のホーム殿下ビッグスワンスタジアムにお邪魔したんですけれども、季節柄寒かったのを除けばすごい見やすくていいスタジアムだったなと思います。来年はもうちょっと暖かい時期に行きたいですね。そして、次の現地観戦の予定は4月7日ホームトヨタスタジアムでのアビスパ福岡戦ですね。それまでの2試合でなんとか勝ち点を確保しておいてほしいところですね。ということで今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。